なんかいきなりワンはやめてよ。おえ、でもイケメンじゃん。銀髪の男。あなたどうしようでもなんだろう、これ目怪我してんのかな。あなた私が見えますか。私のこと見えますか。あ、見えまか見えまか急に関西弁あ、なんでミスカになっちゃったじゃん。見えるかとかにする。見える、これがいいかな。うん。あ、これ生首の頭右下の。あ、これ生首と会話してるじゃん。銀髪生首がこの人に求愛してるみたいな感じになっちゃうね。銀髪、お嫁さんになって僕の、なんか新しい展開ですね。私放置されてますよね。僕ととかにしときますなんか私がこの2人の恋愛応援してる人みたいな感じになっちゃったお嫁さんになって僕の、うん。もうこのままいいじゃん。仲良くしないよ2人で君かわいいね私を放置してイチャつき始めましたね、この人たち。なんかまた新しいのが出てきた。これ全然読めないよね。でもこれなんて言ってんだろう。本当合ってるのかな、この果たして私がやってることが3つあるから、どうしようかな。代わりになんかこう、もしかしたら目が見えないかもしれない、このね、目怪我してるから。代わりに僕の目になってとか、ちょっとね感じにしましょうこれちょっと文才が必要だな。意外とストーリーを考えていくというかね。え、これダメだったのかな。代わりに僕の代わりに目になって。あ、どんどん新しいの出てくるすごい喋るじゃんこの人そしたら好きになってあげるとかにしましょう。好きに、すごい上から目線のね。あ、ダメなのかなこれ多分。あ、好きになる。 OK、 これでいきましょう。はい、どうぞ。優しげな口調だし友好的っぽいけどあ、え、仲良くなったなんか結ばれたみたいですね、この2人がよかったじゃん。じゃあ君たちそのまんまで、私は家に帰らせていただきます。あ、出たいのか。俺たちを置いて、俺たちを、あ、出たいのか。俺たちを置いて、次どうしよう。もう一個出たいのか。俺たちを置いて、この牢獄からすごい中二病みたいな感じになってきたなうずいてきましたね。中に入ります。じゃあ、うわなあ、待ってなんか発動しちゃった。メンヘラ、うわー、拷問されちゃうよこれ。やばいじゃん。部屋出るかちょっと待ってね、これでも拷問されちゃうんじゃない。これ拷問して死んじゃったらまた最初からだもんね。え、どうしよう。まあでもあえてこのなんか出たりとか、多分この人メンヘラなんですよ、この銀髪の人だから。ちょっと刺激するようなことをしたら多分されちゃうから、いろいろあえてこのねテーブルみたいな横たわれとか言ってるよ多分横たわれってもうおとなしくした方がいいんだよこういうタイプの知らないけどあれこれ選択したんじゃなかったのこれ違うのかなんかいろいろやっていくのかな興味あるか合ってんのこれ私いまだにちゃんとできてるかわかんないんだけど興味あるのかはいこの椅子もやっとくあこれは好きになるって書いてあるなんだろうじゃあこの銀髪の男いきましょうか俺たちを置いてこの牢獄からはあちょっと積みかなちょっと部屋を出ましょうじゃああーほらほらほら銀髪の人がいなくなっちゃったからさこうなんか暇になって寝ちゃってるよこの人戻りますあと今のところねまだ死んでないのでバッドエンドというかねなってないのでここから出たいえだけなんだけどなちょっと上に戻ろうって言っちゃった手前あやばいやばいやばい追ってくるやばいやばいじゃあ違う方もう一個の方ねあれなんかさっきこれさ崩れてなかったよねねえあれ通れるようになってる怖いけど他に道もないからこっち行くしかないか行きましょうこのなんか鉄格子みたいなねなんかありますねうわーなんか出てきそう何もない本当にあ何もなかったこっちはこっちもおおだよね隙間の男ねあんたささっき私の心臓奪っていったよね出られなかったおつですじゃあ右と左どっちかになるんですけどどうしようかなでもなんかね人間ってこう右と左どっち行くってなった時に左に行く習性があるらしいんですよってクラピカが言ってからあえて右に行きましょうちょっと暗い方にねはい行き止まりなんか来た何かこっちに来てるやばいんじゃないちょっとこのバール持っとこうバールねバール取る自分の身は自分で守るそして隠れましょう隠れますなんか選べるようになってきたねああこのさやめてくださいこのドキドキやめてくださいえ見てバーンはやだよ見てバーンはやだよあっおい来たよおえ勇敢すぎんはいん廃売男誰いなくなっちゃった私強あえトゥービンコンティニューだ終わりました今これは何エンドですかへえあ私じゃあ無事やれたってこといろんなエンドがあるんだろうかどうなんだろうとりあえずプロトタイプはここまでということで無事なんかねやれてあとなんかカップルも成立させられてはい隙間男は一度心臓を奪われましたけどなんか隙間から出られそうになかったんでまあオツということで私出られたのかなあの施設からこれどうなんだろうこう製品版というかね製品化されたらどうなっていくんでしょうねとりあえずということで文字化けクリアできたのかなという感じなのでここで終わりたいと思います。まだまだホラーとかちょっとやってみたいやつとかもあるので、ぜひまた見てください。おやすみなさい。